司法取引の申し出は却下されました。で、おそらく終身刑だと思います。何一緒に署で暮らせっつんの。ちょっと待ってね。ああ。いっそのこと死刑にしてもらったら想像できる。死刑制度は撤廃されてもう5年になります。善良な市民が我々